横浜 FM 放送、横浜 FM 放送株式会社、横浜 FM 放送は、神奈川県を放送対象地域として、超短波放送、FM ラジオ放送をする、特定地上機関放送事業者である。愛称としてのステーションネームは、FM 横浜四4 7 FM 横浜、FM 横浜セ4 7で、 曲名告知以外で会社名が放送されることはない。1985年12月20日に FM ラジオ放送局として日本全国で21番目に開局している。周波数、空中線電力は大線局、秦野市の 84.7MHz5kW で、小田原中継局、80.4MHz100W、磯子中継局、 87.0MHz100W がある。インターネットを利用して番組をサイマル配信するサービスであるラジコに参加している。コールサインは j o t f m 放送区域は放送対象地域の神奈川県のほか、東京都及び千葉県の全域、埼玉県、茨城県、静岡県、栃木県、群馬県、山梨県の各一部としている。 首都圏では1970年4月26日の FM 東京開局、1985年10月1日の FM 群馬の開局以来の新しい民放 FM 教区、海横、F 横と親しまれ大きなブームを巻き起こした。開局当初から全国 FM 放送協議会 JFN には加盟せず、独自の番組制作を行うという画期的な 試みを最初に言ったつぼねでもある。1990年10月、日本の FM 局では、初となる、ニューヨーク、コトン HA ブに、四局も設けるなど、洋楽編成に、積極的だった。開局当時のキャッチフレーズは、右へ、数センチで、夏ですだった。当時は、アナログスケール、メモリを見ながら、ダイヤルを回して、周波数を合わせる。 アナログ選曲のラジオ受信機が主流だった。このことから、既存 FM 局、NHK 横浜 FM81.9MHz、NHK 東京 FM82.5MHz、FM 東京 80.0MHz から、右側へ、周波数の高い方へ、数センチメートル回して、夏イコール燃える、若者のイメージの FM 横浜を受信しましょう、という意味合いを持たせたもの。 1993年10月に社屋を中区山下町の産業貿易センタービル3階から現在の横浜ランドマークタワー10階に移転し同時にこれまでの FM 横浜から浜ラージ、横浜ラジオの略へと相性を変更編成も大きく変え第二の開局として女優の小橋恵が出演したテレビ CM などで大々的に宣伝しスタートした 浜まらが浸透しなかったためか、1995年4月1日に、FM 横浜1 4 7日本語表記は、カタカナの FM 横浜へ愛称を戻し、ちなみに、愛称変更時のキャッチフレーズは、FM 横浜リターンズだった、現在に至る。現在の愛称に変更された際に制定された、シンボルマークは、葛飾北斎作の富岳36系。 神奈川沖波裏の絵の波しぶきに FM のロゴを組み合わせたものである。ジングルにはいくつかのバージョンがあるが、いずれも統一されたメロディーを元にしている。2006年4月の番組改編で、ステーション ID ジングルとニュース、交通情報、トラフィックレポート、気象情報、ウェザーインフォメーションの BGM が1995年4月以来11年ぶりに新しいものに変更された。 現在のジングルのベースは、オンリーワン、オンリー UFM 横浜 AT 4.7と歌っている。2004年の道路交通法の改正以降、交通情報の終わりや、スポット CM で、運転中の携帯電話の操作をやめるよう車を、運転中のリスナーに呼びかけている。また、各番組でもパーソナリティ、DJ が番組のメールアドレスを言った後、同様の注意がある。 また、2007年の同法改正以降は、スポット CM で、各番組のパーソナリティが、飲酒運転撲滅を訴えており、NAC5 と、ベイフム、首都圏民放 FM 局と、合同でキャンペーンを行っている。2013年6月24日をもって、県内一部地域の南朝市解消のため横浜市の園宮山から、秦野市の大仙山町付近へ送信所を移転した。 しかしながら、旧送信所周辺、横浜市磯子区、金沢区、横須賀市の各市に南朝市区域が発生したため、2015年11月8日より、磯子区内に中継局が設けられた。下記の通り神奈川県、横浜市、メディア各社から出資を受けているため、取締役総数26名、監査役4名がいる。企業、団体は、当時の名称。 出展。第1期の FM 横浜時代、浜田時代も含む。通常はこのタイトル。神奈川県内のニュースは、エリアニュース。一部のニュースでは、ウェザーインフォメーションとの抱き合わせで放送される。情報は、エリアニュースは、神奈川新聞のものを、他は共同通信社のものをそれぞれ使用。通常はこのタイトル。情報は共同通信社のものを使用する。 それぞれ単独で放送されるが、土曜日と日曜日の放送では、FM 横浜ニュースと抱き合わせで放送される。2014年春の改編で登場した。使用音楽は2014年度冬季オリンピックのニュースで使用した音楽を利用。情報は、ウェザーニューズのものを使用。は、ニュースとの抱き合わせ。金曜、土曜、日曜の朝の番組では、波情報。 不正報道を伝えている。神奈川県内の情報は、日本道路交通情報センター、横浜管制室、神奈川県警察本部内から伝える。ただし早朝など一部時間帯は、日本道路交通情報センター、球団管制室、東京、千代田会館1階からそぞれ放送される、がついている時刻。一部時間などは、他のつぼねでは、 珍しい球団センターと横浜センターをリレー形式で放送していることが特徴がついている時刻。横浜港に入出港する船の情報を追時番組内放送される。以上は決まって生放送ワイド番組内にて放送される。2008年4月1日に緊急地震速報の放送運用を開始。現在、スポット CM や専用ホームページなどで リスナーに周知している。放送基準は NHK と異なり、神奈川県内で震度5強以上の揺れが予想される場合である。主にニュース、天気、交通情報を担当、契約アナウンサーも含むほか、FM 横浜では毎年フリーペーパーを発刊している。季節ごとに発行されるフリーペーパー、DJ 同士の対談や神奈川県内の FM 横浜リスナーへのインタビュー、放送の裏話が盛り込まれている。観光以来毎年夏に発行し続けており、2009年からは冬に、2011年からは春にも観光を始めた。毎年夏には湘南キングのステッカーも封入される。神奈川 FM ネットワーク、KFN は FM 横浜及び神奈川県を中心とするコミュニティ放送局十五局。 2019年3月現在、県内所在のコミュニティ FM 局のうち、宮ヶ瀬レイクサイド FM を除いた14局に、FM 熱海湯河原、本社、静岡県熱海市を加えるで構成される、防災協定である。この協定には3つの柱があり、第一に地震などの大規模災害発生時に、各地域の被災状況やライフライン情報を共有し、自由に報道に利用し合えるようにすること、 第2に、放送機材の破損や人員不足が発生した場合に各局間で連携して、それらを融通し合うこと。第3に、平時からも共同番組制作や訓練を兼ねた番組の相互乗り入れを行い備えておくことが規定されている。2014年には、同ネットワークと神奈川新聞社との間にも、防災協定が締結され、同新聞社のウェブサイト、かなろこに掲載された。 災害情報を同社の災害報道に利用できるようになった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。